はい、皆さんこんばんは。創業者林理塾の時間になりました。今日は豪華なゲストに来ていただいております。今日のまず、ゲストは、SNS の専門家菅野博道さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でいつものメインゲスト、立志財団の坂本則彦さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしく。坂本さんといえばですね、この本がですね、もう何万部も売れている起業の専門家。起業というのは会社を起こすですね。で坂本さんはもう30年が最低単位ですという方です。今日もね、よろしくお願いいたします。では、菅野さんと坂本さんに簡単な自己紹介をお願いしたいと思います。じゃあ菅野さんからお願いします。はい、ソーシャルメディアマーケティング代表取締役の菅野博道と申します。鶴瓶さんと同じ、豊島区倫理法人会で副会長させていただきます。最初はですね、私は社会人の第一歩、メガバンクのシステムエンジニア、プログラマーからスタートして、パーソナルコンピューターソフトウェア協会という、業界団体の職員を長いことしました。その後に民間企業を務めまして、2012年に、ソーシャルメディアマーケティングという会社を設立して今に至っております。詳しい内容はね、これから対談の中でお話しさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ坂本さんお願いします。はい、ありがとうございます。立志財団の坂本と申します。現在ですね、先ほどご紹介いただきましたあなたの企業は絶対成功するという本をですね、出版させていただいておりまして、1万部の、著者として、出されます。そして、今菅野さんのお話を、ね、聞かせていただいて、楽しみだなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で先ほどね、菅野さんからありましたけども、私たちはね、共通点は倫理法人会で、私が、今豊島の会長で、お二人には両方ですね副会長をお願いして、サポートをいただいているという関係になります。興味持たれた方はぜひ、はい、池袋の駅前でお待ちしております。はい、で菅野さんと私のね出会いといいますか、深くなったのは、僕が東京都のね倫理法人会の広報委員長をやるときに、SNS を使った戦略というか展開をしたいっていう中で、専門家の菅野さんに、サポートをいただいて、あれですよね、チラシを使わず人を集めるっていう、今まで倫理ではやったことがないやつで200人を集めると言って235名そうですね、満員で、それもゲストのね会員じゃない方が60名ぐらい60名来て、あとは申し込みがない方も来ましたね、来ていただいて、はい、50人ぐらい来ました。我々がびっくりしたぐらいですよ ね、 すね、はい、あれで、成功の流れになって、その後倫理法人会 SNS を使おうっていう流れになって、はい、その部分ではね、私が委員長として実行、ね、企画として菅野さんにやっていた中で、はい、動いているということがあります。はい、で、今回創業者倫理塾ということで、菅野さん、坂本さんにご質問といいますか、はい、お伺いしたいことがあるということなので、ちょっとお願いいたします。そうですね、坂本さんが先ほどご紹介いただいた本を書かれていて、企業の、絶対成功法という形でですね、私も本はすでに読まさせていただいているんですが、今財団の方で坂本さんが今メインでされているのが、100年体系を作るということで、会長鶴瓶さんも作られているということなんで、私も作らないとなって思ったんですけど、やっぱりIT 系の仕事をしていてですね、私40年業界にいるんですが、最初は大型コンピューターだったり、次にパーソナルコンピューターの業界団体に行って、インターネットが出てきて、SNS になって、今は 5G になって動画になるってね、まさにこういう形で動画で配信するっていうことが普通になってきますが、非常にね、業界の流れが早くて、もう100年体系を作るっていうのは、そういう環境にはとらわれなくていいのかなと。でちょっと事前にお話もしましたが、羊羹の虎屋さんって創業530年ということで、トレアさんの経営理念は、美味しい和菓子を喜んで召し上がっていただくって。これ創業の時から今530年経っても、美味しい和菓子を喜んで召し上がっていただくっていう経営理念は変わらないんで、だからこれ100年体験、もう500年体験になってると思うんですが、こういうことだと分かりやすいんですが、その IT 系で私が40年しか業界にいないのに、もう次々に、ほぼほぼ10年単位で、環境が変わっているんですが、こういうところでもその100年体験っていうのを作る時のポイントは何かなって今日お聞きしようと思っていました。はい、じゃあ坂本さん、ありがとうございます。そうですね、
事業計画ですよね。で僕は、まあ、100年の事業計画っていうのを、まあ、どっかのタイミングで、ね、作りましょうねっていうのを、まあ、よくお話しさせてるんですけれど、で、まあ、おっしゃるようにそのもう IT って、ね、もう本当に一番もう最先端でございますから、どん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 業界も変わるし、もう菅野さんが、ね、まさに今やってるもうソーシャルメディアなんてもうどん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 、ね、最近もクラブハウスができたりとかしてどんどん新しいのが、ね、できて、まあ、私も、ね、対応するのに頑張ってますけれども、でその時にやっぱり僕大事になるのがもちろん具体的な手段とかやり方とかビジネスモデルはこれはやっぱどんどん変わっていくと思うんですよね、うん、やっぱ時代変われば、ね、通用するビジネスモデルも変わるし、であとツールだったりメディア、ね、技術がやっぱ変わってきますから変わってくるんですけど、じゃあ技術が変わったからといってなんか根幹のもので例えば伝えるメッセージだったり自分たちが大事にしてるものが変わるのかっていうと、うん、そこがどうかなっていうところなんですね。で僕が100年体系作るときにいつも皆さんにお伝えしてるのは、まあまずはその変わらないものが何かっていうのをちゃんと作っていきましょうっていうのをお伝えしてるんですよね。それが会社でいくと経営理念だったり、あとね、ご自身の志だったりっていうところ。で、この辺って、例えばね、SNS が変わるから、なんか思いが変わるとかっていうわけじゃないと思うんですね。やっぱ人に例えば伝えたいとかね、人を幸せにしたいとかっていうのは、多分もうこれはね、30年前も今も変わらないでしょうし、じゃあ30年後になったらね、技術が発達するから人が幸せにならなくていいとかって、多分そんなのはならないと思うので、でそういう変わらない部分が何かっていうところで、それを踏まえてじゃあその変わる部分っていうのはどういうふうに、考えていくのかっていうところで、ビジネスモデルにとかに関しては100年っていうのは、まあ、理想的な100年なんかこうなったらいいなみたいなイメージですよね。イメージがあって、でただそれを具体的に、まあ、100年体系で100年後、まあ、思い描くっていうところから書くんですけど、じゃあそれをの10分の1で10年後はどうしたいかっていう、で10年後になるとちょっと具体的になるんですよね、うん、100年後は多分もうね正直誰も分かんないし、まあ、ここにいる皆さんは多分死んでると思うのではい、分かんないですけど、なんで10年後ぐらいになったらちょっと予想ができると、なんとなくこんな方向かな、で5年後になるとある程度なんとなくこんな方向かな、じゃあ3年後はどうする、じゃあ1年後、半年後、3ヶ月後、今っていう形で、まあ近くに来れば来るほど具体的に落とし込んでいくっていう形なので、うん、なんでビジネスモデルに関しては僕はね、まあ、IT とか業界が早いと思うんで、まあ5年ぐらいの、うん、この5年ぐらいの見通しぐらいでいいのかな。ただその先延長線上に自分たちが、残したい世界、目指したい世界っていうのは描いておくと、その5年の選択もなんか変な選択にならないというか、なるほど、うん、それがあるんで、そのちょっと長期の目標設定、目標っていうか理想系ですよね、うん、こんな理想になったらいいなっていうのを描いて作っていきましょうねっていうのが、まあ、100年体系というところですね、はい、なるほど、基本的には経営理念で、はい、まあ、100年経っても、はい、まあ、変わらないものっていうことなんですね。そうです、そうです、そうです、すごくよく理解できました。そうです、なんかやはり私も起業してから、8年目に入ってるんですけども、はいはい、最初はですね、まあ、企業を経営していくことに精一杯で、はい、なかなか理念とかっていうことが最初はなかったんですね、うん、まあ、この会社をスタートする時も大阪のベンチャー企業の若い人が、来て、加納さん業界長いですね、もしよろしかったら私大阪で、ソーシャルメディアの勉強会やってるんで、東京に支社がないんで東京で勉強会 やってくれませんかねっていうところが SNS の、ね、スタートだったんですよ。で彼ら20代後半でお会いしてるんですけど、うん、まあ今でも、まあ、まだ30代前半で今でもお付き合いしてるんですが、まあ、本当そういうきっかけからスタートしたもんですから、まあ、理念もへったくれもなくて、まあ、ようやくおかげさまで、まあ、8期目に入って、まあ、あと2年半ぐらいで10周年になるので、10周年になるまでの間に、まあ、その100年体系といいますか、うん、会社の、理念だとか使命を明確に しておきたいなっていうことで、非常に今回ね、いいタイミングで、いい対談の機会をいただいたなと思いました。まあ、大体宿題としてこんなことかなっていうのは考えてきてるんですけど、はい。はい、先ほどちょっとお伺いしましたらね、パーソナルコンピューターがない時代から、はい、菅野さんはいて、はい、で、それを日本に入ってくるところに関わって、はい、っていうお話を聞いたんですけども、はい、そういう方々は、要は、名前は違うけど100年体系みたいな結末みたいなものは見えていたとさっきお伺いしたんですけど、はい、そうですね、やはり、
一番最初のパーソナルコンピューターっていうアイデアを作った人はアメリカのドクター・ダグラス・エンゲルバートという方が、1968年に世界で最初のオンラインシステムというスクリーンプレゼンテーションをされた時に、まあいろいろな、アイデア、その当時、まあ大型コンピューターがネットでもつながっていなかったし、LINE命令しか使えなかったことを、まあ、まさにパソコンを操るがごとく、まあ、模擬的にね見せて、あと50年60年80年経つとこういう風なコンピューターになるよという風な理想形を見せていただいたんですね。でそこの会場にいたユタ大学の当時学生だった、まあ、パソコン詳しい人だと分かってると思うんですが、パーソナルコンピューターっていう、論文を最初に書いた方がアラン・ケイという方なんですが、まあ、アラン・ケイが、ユタ大学の学生の時に、あ、これからは企業が使う大型コンピューターだけじゃなくて、デスクトップに乗るパーソナルコンピューターってのはこれから主流になるだろうっていうことを考えて、まあ、いろいろな、試行錯誤の中で、まあ、パソコンの原型を作ったという形ですね。はい。と、それを見えていたということですよね。そうですね。まあ、頭の中に、理想形を、お見せして、浮かんできたということなんでしょうね。だからそれを、そこに向かって、まあ、着実に、まあ、技術の、進歩とともに、完成形を目指していったという形になるかと思います。菅野さんと出会う前まで、全く考えたこともないし、知らなかったのは、ただ、Facebook やったり、ただやってたんですよね。ただ、菅野さんが、それは違いますよと。ツールとメディアは違うんですとかって言われて、はいはい、使い方をね、勘違いしてるとか、LINE でね、長い文章とか打つのはもう間違ってますよとか、あれは情報を提供するツールであって、そういう使い方はしませんとか、ね、シェアしてはダメですとか、はいろいろ教えてもらって、はい、使い方を考えたことがなかったんですよ。ああ、なるほどね。まあ、なかなか日本は、使い方を学ぶところ、まあ、よく話題になるのが、まあ、お金の、その、運用の仕方も学校で教えてないし、パソコンようやくね、小学校からこのタブレットを使って使い方っていうことを教えるようになりましたけど、まあ、じゃあ SNS を、の使い方って、じゃあ大学で教えてるかっていうと、教えてるところ日本でほとんどないです。僕は流通経済大学っていうところで客員講師させていただいてるんで、年に2回ぐらいは流通経済大学で講義をしますけど、本当に皆さん知らないのに使えるように使ってるだけで、じゃあ理想的な SNS の使い方っていうことが、日本の場合ほとんどされてないっていうのはすごく、まあ私の一つの使命かなとは思うんですけど、できてないなっていうのが感じるところであります。その使い方を指導するというか、はい、伝えていくのが使命だという。はい、そうですね。はい。そもそもこれって変わらない部分ですかね。そうですね。まあ、ね、菅野さんの中でそこが、ね、変わらない部分だと思うんですけど、その使い方を教えていくっていうふうに思った、なんか一番最初のきっかけみたいなのがあれば教えてください。きっかけですね。はい。はい。私一番最初、社会人の第一歩は、メガバンクっていうところに入って、まあ、プログラマーからスタートして、システムエンジニアやって、これからは、まあ、その当時、大型コンピューターのシステムエンジニアとかプログラマーって最先端の、なんかすごく人気の商売で、私もその人気を、がある商売だという形で入ったんですが。ATM がまだそんなにない。もう ATM はなかったですね。ないですよね。ないです。じゃあ、ATM を銀行が入れようよっていう時に、そうですね。それを考える。ちょうどその第三次オンラインとかね、今、いろいろな形で動いてますけど、まあ、ATM のない時代、ようやく出てきた時代で、うん、よくそういう、より効率的にね、そのお金を出し入れできるようにってことを、まあ、一新入社員として担当してました。うん、ただ、まあ、いろいろお話ししていく中で、まあ、これからは、パソコンの時代だろうって。まあ、大型コンピューターのエンジニアをしてたんですが、まあ、いろいろな方に聞くと、これからはパソコンの時代なんじゃないっていうことで、ちょうど NEC の、まあ、皆さん知ってるかどうか、98シリーズっていうね、人気のモデルが出てきた頃で、あ、そうなんだっていうことで、まあ、ご縁があって、実はソフトバンクの孫さんが作られた、パーソナルコンピューターソフトウェア協会という業界団体に僕は転職しました。で、転職したのはいいんですけど、パソコンの業界団体で、パソコンがね、使えなかったんですよ。本当ですか？そうなんですよ。皆さんね、笑うかもしれないんですけど、はい、昔パソコンって、
Windows、そのグラフィカルユーザーインターフェースではなくて、DOS っていう OS で。ああ、聞いたことあります。メニューを引いてボタンを押すっていうんじゃなくて、なんか命令を入れて作っていくってことで、まだアプリケーションもそんなになかったですし、どうやって使うんだろうっていうことで、本当にパソコンの業界団体に入ったのに、パソコンを使えない職員っていうところからスタートしました。で、そういう形で苦労しながら、あ、本当に要するに習う、パソコンを教えてくれる人も、今はね、パソコン教室ってありますけど、当時はパソコン教室なんてないですので、まあ、マニアの世界なので、使い方ってやっぱり自分で知ってる人に聞くっていう形でしかできなかったっていう形ですね。まあ、自分が使えないっていうところからスタートしました。なので、使い方っていうことが非常に、関心してありました。要するに、できるだけ、効果のある使い方を分かりやすく伝えるっていうのがそこからスタートしました。はい。でもね、そういうね、なんか使えないっていうところから、まあ今もね、なんかそれをずっとされてるんですけど、それをね、継続されてるっていうのもなんか多分意味があるのかなと思うんですけど。はい、先ほど申し上げた通り、40年業界に行って、最初は大型コンピューターからパーソナルコンピューター。それで、業界に行って何年か経って、インターネット、ちょっと西暦で言えないんですけど、僕はインターネットを自分でそのホームページを作って、まあ協会のためにアルバイトの学生に頼んで作っていただいたのがですね、カノさん忘れないようにちゃんと作りましたって言って、実は一番最初にホームページをアップしたのは平成7年7月7日なんですよ。そこからスタートで、まあインターネットが出てきて、ミクシーが出てきて、SNS になってってね、すごく変わりにあって、いつでも新しいことを、まあ最先端の業界にいるもんですから、自分で学ばないといけないっていうことがずっと続いてきたんですね。だから、まあ SNS になった時も、さっき大阪のベンチャー企業の若い人たちが、カノさん勉強会やりませんかって言ってくれたのがスタートで、2年間僕毎月毎月 SNS の使い方勉強会を主催してました。なので、その2年間勉強会やりながら、その終わった後に業種業態別のグループワークっていうのをやって、どういう投稿が反応があったとか、どういう写真が反応があったかっていうことを2年間やったので、そこで使い方のベストっていうのを、まあ整理できたっていうのがきっかけです。